なると公害っていうのは実際に存在することですよね、事件です。しかし地球環境問題っていうと将来に対する継承であって、今これから本当に実弾が及ぶかどうかわからない、だからいい加減だからやめとけっていうんではなくて、それが科学的にみんなが納得するものであれば将来に対して今のうちから備えをしていこうという面ではいいことかもしれない。だけど、あやふやなことがいっぱいあるのに研究費を獲得しようと思ってそれで将来が危ない危ないっていうと、これは問題だ。そこのところのその線引きっていうのは結構難しいというふうなところで言います。で現在、福島での原子力発電所の事故でもって放射能漏れが問題になってます。でこの放射能漏れの問題っていうのはですね、放射線という目に見えないもの、この恐怖が非常に大きいわけです。ということはある面で公害よりは現時点では起きたことは公害なんでしょうけれども、しかし見えないものに対する恐怖というのはこれは地球環境問題と似てるかもしれない。でここのところがですね、先ほど言いましたように地球温暖化が本当かどうかっていう議論があるという、同じようにですね、この福島の放射能汚染の時もですね、低線量の放射線に対していろいろ意見が分かれます。で、いやゼロじゃないといけないんだ、放射線が少しでも出るとこれはもう健康に悪いんだ、ダメだっていう議論、これを直線敷地なしモデルって呼ぶんです。それから低線量ですと、まあ、極端な話100ミリシーベルト1年間以下ですと健康にいいんだっていうものも研究もあります。これは放射線ホルミシスと言っている。そこまでいかなくても100ミリシーベルト以下だと健康に問題がないんだというそういう結果も出ています。でこれは1990年代にですね、アメリカのラッキーっていう博士が取りまとめたものでして、上のグラフが白血病の死亡率、下のグラフが固形がんの死亡率を表しています。で、両方のグラフとも 1.0 というところに点線が引いてありますけども、これは、放射線被曝をしない、サンプル群の死亡率を表しています。でそれに比較して上の白血病の死亡率は一応下回ってますね、100ミリシーベルト以下。下のグラフも100ミリシーベルト以下ですと、ほとんど差がない。で、このデータはですね、長崎広島の被爆して生き残った人たちのデータを集めたり、それからチェルノブイリの事故で被爆した人たちを調べたデータもあります。それでどうも100あるいは200ミリシーベルト以下でもって健康被害が出たというデータはない、報告はないということになっています。でそれを信じるとしたら現在の日本の政策って間違っているわけです。でもやっぱり少しでもあると怖いよっていう議論もあるわけだ。両方の議論がある。そうすると今度はあなたを総理大臣にしよう、君が総理大臣としたら今のようなもう1ミリシーベルトというものすごい低い値じゃないと安心できないという考えを取るのか、いやもっとこういうデータがあるんだから科学的な根拠をもっと大事にしようと思うなのか、どっちでしょう。はい、科学的根拠を取って、取りたいと思います政策を、そうすると世の中の人はみんな怖い怖いって言ってるわけだ、はい、それを説得しなきゃいけない、どうしたらいい、はい、そのいろんなところの、研究所からデータを取ってきてそれを公開して、うん、で、その、マウスとかの、マウスとかで、うん、放射線を浴びさせた場合の結果を教えたいと思います、はい、ありがとう。他に意見ないですか。どうですか。はい、はい、ではです、まあ、総理大臣ともなると、まあ、大統領ではないですけどもやはり日本を守らなければいけない、はい、まあ、その国民を守らなければいけない。で日本人というのは比較的穏やかな、まあ、民族というか国民性ではありますけどもやはりそのパニックなどが起こることもあるのでやっぱりそのよくわからないものに対しては不安になってしまう人間というのは、うん、でこれはなぜかというとやはり人間に
ていうのは、その今の人間の技術ではやはりその核や放射能に対する知識というか情報がまだ不完全ではなく、わからないためこういった不安が起こるのではないかと思います。でそれを考えたときに、やはりその、まあ、日本の一番の責任者として安全な方向を得るために、あのより放射能というのは低い方が良いという説を僕は取りたいと思います。はいはい、どうもありがとう。だから科学的な知見があってもやはり、政策となると違うかもしれない。今日本が大変大きな分岐点に来てます。今日は公害問題と地球環境問題の違いから考えて、福島の問題まで考えていました。もっともっと考えて、それで国民としていい結論を出さなきゃいけないだろう。で考える力を養ってもらいたいと思います。次世代を築いていくのがあなた方です。したがってよく勉強してほしいと思います。今日はありがとうございました。